目指せ北関東制覇 PL です。本日私は栃木県さくら市に来ております。道の駅喜連川でございますというところでね、実は今回栃木県がこれで制覇いたしまして、現市町村行きましたというところで、まあ今回ね、だから栃木県頑張ったということで温泉にでも入ろうかと思ってね、普通の温泉宿行ってもしょうがないんで、この道の駅には、足湯プラス温泉があるということで来てみました。行ってみたいと思います。まあ建物結構趣がありますし、まあ中はいつも通り、まあどこの道の駅でもあるように、まあフードコートはあって、で直売品、まあこの近くのものが売っていたりというところと、フードコートがあったりというところでね、まあただここの、まあ、外側のところで結構、まあ、座れる場所があったりというところでいいですね。バーベキュー施設、観光屋の鮎小屋、バーベキューもできるんですね。であとは、まあ、鮎小屋があるところで、すぐ隣がもう川なんですよね。左って書いてあるね。だまあ今時期じゃないですけども、鮎とかも釣る、もう完全に裏手の方ですけど、鮎の塩焼き、ああここにかまどがあるからそこで焼く感じなのかな。まあ今の時期はちょっとやってないというところですけども、まあ、ここで鮎を、まあ鮎釣りをしたら鮎を食べたりというところで、あ裏には公園もあるんだね。あで向こうがバーベキューができるところなのかな。さくら市水辺公園っていうところらしい。もうすぐ向こうが川だからね、そういうところでもいいところですね。でちなみに、まあスカイタワー、喜連川スカイタワーっていうのが見えまして、まあ今真ん中に見えるタワーなんです。今あそこ入れないんですね、震災の影響で、隠れてた震災の影響でいけないっていうところで、まあそこがまた復活すればね、まあここら辺、まあ喜連川温泉っていうのがありまして、まあそこもなかなか栄えてくるんじゃないかなと思います。まあ周りはやっぱりいいよね、景色として。日本三大美白だの湯、喜連川温泉足、そうで喜連川温泉日本三大美白の湯と言われているので、まあ美肌にいいのではというところで、11時から17時までいたご利用いただけます。で温泉施設にも日帰り入浴ができると。なるほど。喜連川チキンやってないの。営業日10時半から16時半、火土日祝日、あ今日金曜だからか。なるほどね。こういうのは出店的なのもあったり、まあ、あっちの奥にあるのはトイレで、右にあるところがまあレストランになってますね。まあこれワオンコーヒー、コーヒーもあった。で、なんか、あゆか。なるほどね。なんかいろんなイベントはやってるみたいだな。ああ、テントサイトはバーベキューとかもあるもんね。プロジェクションマッピング上映。まあ、ホームページ調べたら出てきそうだね、ぐらいで。で、お食事どころも、まあ、パンやラーメンや中華、おにぎり、たくさんあるね。ああ、で、裏にあった建物は商工会館なんだ。なるほどね。というわけで温泉だけども、横になんかある喜びの鐘、登れんのこれ温泉施設の上に登っていける感じだね。あ展望台だね、完全な。あ結構長い、よし。あ景色いいね。誰もいないね。あれが喜連川スカイツリーだね。ああ喜びの鐘ある。あまあね、3回鳴らしましょう。これが3回になるのかな。いや無事栃木県制覇できましたと。
ね、のどかでいいよね。じゃあ温泉入ってこようか。桜敷喜連川観光名所というところで、今が道の駅喜連川と、まあ隣は水辺公園。露天風呂、大人温泉風呂、他のところにも入れるのもね。この真ん中のお丸山公園っていうのがさっきの、スカイタワーがあってですね。あ、お丸山公園のところに画像としてあるね。露天風呂第二は書いてないな。ここに喜連川温泉書いてあるな。第二温泉浴場普通にあるな。というわけで美肌の湯入ってきました。まあ入湯料700円で、まあレンタルのタオルとかを借りることもできたりするので、手ぶらで行っても入ることができますというところで、まあ中は結構まあ普通のクアハウス並みに綺麗になっておりまして、まあ内湯の方が普通の、お風呂のところとジャグジーで、サウナと、露天風呂と水風呂という感じで、まあ洗い場も、10席ぐらいあるので、まあ問題なく楽しめる。そしてね、肌すげえツルツルになった。美肌の湯だこれは。で、温泉から出た後は、まあ、ゆったりこう休めるスペースもありまして、まあ漫画がすごいたくさん置いてあったり、いや、まあ椅子とかもあるので、のんびり座りながら、まあ、湯上がりの体を癒すこともできるというところで、いやー、栃木制覇のお祝い、いい形になりましたね、というところでございました。はい、というわけで本日は栃木県さくら市の道の駅喜連川でございましたと。いやー、いいところなんで、まあ、温泉に関してもクアハウスが今やってなかったんですけども、まあ、そこがやってたらもっと、まあ、水着で楽しめるらしいんで、まあ、カップルで行っても一緒に入れたりするの、することができるのではないでしょうか。はい、アクセスです。車ですと関越自動車道矢板インター降りて20分。バスです。電車バスですと、JR 宇都宮駅より、乗り換えまして宇治駅下車。でそこから、バスまたはタクシーで来れますというところになっています。まあ道の駅なんでね、車で来てもらうことが正しいのではというところで。結構ね、この道の駅で温泉を併設しているところって他にもあったりするんで、足の湯だけだったら昭和とかでもありますし、まあ、例えば秩父の大滝とかそこら辺のところですと温泉も併設したりしますので、まあ道の駅こうねぶらーっと回りながら温泉巡るっていうのもいいのではないでしょうかというところで、美肌の湯はいいですよというところでね、栃木県、皆様も栃木県さくら市この道の駅喜連川にぜひおいでくださいませ。ご視聴ありがとうございました。